前橋東看護学校は群馬県前橋市高木町にある看護学校。社団法人前橋赤前会が運営元で馬屋橋病院が隣接している。1928年6月15日、社団法人前橋赤前会は精神病院である馬屋橋病院を設立会員した。ついで1941年11月11日、 精神疾患患者を看護する看護婦の必要性から知事の認可を受けて看護婦学校を設立開校した。1953年4月1日、新制度に基づき準看護婦学校に改め、従来の看護婦学校は自然廃校となった。1995年3月、第41改正卒業とともに、準看護婦学校は家庭変更のため並行し、 1995年4月から、前橋東看護学校を開校した。人間愛に基づいた、奉仕の精神を基盤とし、幅広い知識、能力を看護の実践者を育成する。その看護活動は、国籍、人種、信条政治及び社会的立場の遺憾に関わらず、あらゆる健康上の問題を解決する、よう支援することである。また、 看護を受ける人の心を大切にした看護活動ができるとともに看護の発展に貢献できる人材の育成を目指すものである。人間愛を基本にし看護に関する総合的能力を養うことにより看護学の発展と地域社会に貢献できる人材の育成を目指すものである。人間性を豊かにし人間を総合的に理解する能力を養う対象にあった。 適切な看護を展開できる能力を養う、看護職としての使命を自覚し、保健、医療、福祉チームの一員として機能できる能力を養う、保健、医療、福祉チームの一員としての協調性と責任感を養う、地域社会で求められる看護に応じられる能力を養う。ありがとうございます。